ご師匠。ご師匠、ご師匠よ。紀元前484年は、春秋時代、呉の政治家、軍人である。意味縄院、うん。師匠はじ。その犬池、現在の安記賞白州市理神権の人。総王から信頼されたご巨の孫で、代々その重臣を担った家柄であった。ご師匠の父、ご者は、平王の子、の大夫。 自重長兼教育係で直言精錬で知られていた。ご師匠は九尺、約二メートルを超える身長と、盛んな息を持っていた。大使だけに、旗から嫁をもらうことになり、将風、副自重長の日向きが祖についでくる白英を神まで、迎えに行った。しかしその美しさを見て、平王に取り入ろうと考え、白英を平王の側室に進めて、 大使には別の女性を与えさせた。これによりひむきは、大使付きから、平王の側近に取り立てられたが、恨みを持つ大使がこのまま即位しては、自らが危ないため、盛んに平王へ中傷を吹き込んだ。これにより、平王と大使立てとの仲が悪くなり、県が大使を廃されることになると、御社とその子の、御師書の兄とも師書も、その影響力を恐れられ、平王は、殺すことにした。 平王は五者を捕らえ、都から離れていた小直とご師匠に、父の命で、都に来るように都死者を送った。平王の武道ぶりを知っていたご師匠は自分たちを殺すための穴と見破り、小直へ逃げようと誘うが、小直は父を見捨てられないと命に従い、ご師匠は死者を弓矢で脅して逃れた。ご師匠は、復讐を誓い、大使立てと共に、帝に脱出する。その途上に、親友の親宝所と会った際、 ご師匠は必ず座絵を滅ぼしてやると言い、新法書はならば私は新としてそう守ろうと言った。帝で大志立はかくまわれたのにもかかわらず進むにそそのかされて帝に反逆しようとしたが逆に殺される。ご師匠は剣のこのと共に今度は呉に逃亡した。この道中は過酷なもので物ごをしてしのいだことも病で視線を彷徨ったこともあったという。 また、祖と栗との間にある長江のあたりで追ってに、追われている際、たまたまいた漁師に隠れるように促され、さらに、長江を渡してもらった。その例として持っていた百均はする券を渡そうとしたが、漁師は断った。ご師匠が再び進めると、ご師匠という人を捉えた者には、借位と五万石を与えると聞く。百均などいらないよと去っていったという。なお、 五者との名は処刑されることになったが、五者は御師匠が逃亡したのを知ると、その君心は、兵の難に苦しむことになるだろうと言い残した。くれで御師匠は、公主公に仕え、郷王領や公主公に座へを責めるよう進言し、郷王領はその気になったが、公主公は、まだ早いと抑えた。これに御師匠は、公主公に、野心ありと見抜き、千者を推挙する。 自らは語が内んで荒れると見て、農夫となって、クラッシュ実説を待った。その後、クレの主力軍が出征した祖で立ち往生するに至ると、語王領の恩意継承を不当だと思っていた。孔子公は、うちが手薄な今がクーデターを起こす絶好の機会と考えた。そして語王領を遠跡へと招き、千語を差し向けて、これを暗殺した。孔子公は即位して語王となって、御師匠を側近に立てた。 こうしてご師匠は、その隣国の王の側近という立場を得た。また、ご師匠は、孫部の表した、尊子病法を献上し、七回にわたり、東洋を説いた。孫部は考慮に招かれ、その才能を認められ、将軍として迎えられた。そしてご師匠は、孫部と共に、考慮の補佐にあたり、呉れ国内の整備に尽力した。 スワエは十分な準備が整うまでは考慮を抑えていたが、ついに紀元前五百六年ので共に出兵した。十分な準備に加え、兵法の天才、孫部、その地理と内情をよく知る御師匠という人材が揃い、連戦連勝してついには、そのとエを陥落させた。平王はすでに死んでいたので御師匠は王墓を暴き、平王の死体を三百回に及び鞭打って、恨みを晴らした。これが、 死者に無打つ、死死につ、の語源になった。このことを、かつての親友、新法書にあまりにひどいと責められた時に、ご師匠は、ひぐれて道通し、ゆえに、投業して、これを逆説するのみと答えた。自分はもう年を取っているので、やり方などは気にしておれないのだあるいは、時間はないのにやるべきことは、たくさんある。だから焦って、非常識な振る舞いをしたのだという意味である。 こちらは、ひくれて道通しの故事となっている。しかし、首都陥落直前に、総王、敗退士の異母帝である昭王は逃亡していた。放っておけば、地方の兵などを使って再興しかねないため、徹底的に探させたがなかなか見つからなかった。その間に、越王の上告がクレに攻め入ってきたため、兵の半分を返した。さらに新法書が、真の援軍を取り付け、 形勢は悪化。孔陵は諏訪に止まっていたが、将軍として従っていた孔陵の弟夫外が勝手に返し、豪を名乗ったため、祖から引き上げて、これを撃った。呉に戻った古師匠は再び孔陵の補佐に努め、呉を天下に並ぶ者なき峡谷にまで押し上げた。次は諏訪への侵攻や中原に進出していくことになるが、その前に隣国の腰を攻めるよう進言した。 古史から見れば、中原に出るには後が邪魔であり、呉からも中原に出れば、越に背後を突かれる恐れがあった。また、古史は、今のところ気にするまでもない小国だが、急速に国力を増大させていることを見逃さず、将来の過婚となることを恐れたためである。考慮はこれを聞き入れ、呉の不国強兵に尽力した。紀元前九十六年に、越王上津への不法を聞いた考慮は、 ご師匠の信言もあり、自ら兵を率いて、これを突いて、腰を討伐した。しかし、上爪の小で跡を継いだ、高専の家臣判例との知恵比べに負けて、呉れ軍は越軍に大敗した。この時、考慮も腰の武将である、霊衆とめ誠が放った矢によって、片足を負傷し破傷風を起こして容体が悪くなり、床に伏せるようになる。 考慮の容体がかんばしくなくなると、数人の講師のうちの一人の房がご師匠のもとを訪れ、自分を後継者に押してくれるよう頼んだ。ご師匠は考慮のもとを訪れ、房サ講師を大使に押すが、考慮は、フは常に薄く君主の器に足りないのではないかと、憂いた。これにご師匠は、足りないところは、周囲が補えばよいのです。 それより早く後継を明らかにしないと、権力闘争が起こりかねませんと答え、考慮はこれを認めた。考慮は父さを呼び、高専が、父のあだと忘れるなと言い、父さも、三年以内には必ずあだを取りますと答えた。間もなく、考慮が死去して父さが後を継ぎ、父の復讐を誓う。御師匠もそれを補佐し、着々と準備を進めた。これを恐れた高専は、藩例の反対を押し切り、 紀元前494年に越軍を引き、呉に攻め入るが大敗。呉軍はその勢いのまま、越に攻め入り、高専を古士の首都近くの海景山へ追い詰めた。高専は死者を送り、古士は呉の俗国となり、私は豪王様の奴隷として使えるので、許していただきたいと申し出てきた。草が許そうとしたので、ご師匠は、高専は、真句にも耐えうる性格なので、 生かしておいては必ず災いとなりますと光線を殺すことを強く主張したが、結局フサは古を従属国とすることで許した。これ以降、古氏は標準したふりと愛路で、警戒を次第に解かせていく。これを上辺と見抜き、古氏に対する警戒を忠告するご司書と、越などを置いて、一刻も早く、中原へ進出したいと願うフサとの間は、上手いかなくなってきた。 関連が密定を使い、フサの耳にご師匠の抽象を流し込んだとも言われる。また、生死という美女を送り込んで、フサを骨抜きにさせて、腰を警戒しないように仕向けたとも異れている。フサは、北方の才が、幼少の君主に代替わりし、正常が不安定なことを知ると、信仰を格索した。ご師匠は、才は、皮膚の病、腰は、内臓の病、目につきげになるのは、 皮膚の病気イコール性の内乱だが気づきにくく生命に関わるのは内臓の病気イコール越の存在であるなどと進言したが、ふさはそれを退けてえって呉れ軍はもぐさ漁において西軍を撃破したこともあり以後ふさは御師匠の進言を軽視するようになったまたご師匠を疎ましく思っていた最小白皮への腰からの増愛工作も重なって様々な手段でご師匠が ふさの不況を買うよう仕向けられたことも、両者の不仲を増大させた。その後もふさは越など眼中になく、中原へ進出し覇者になろうとした。諸侯との派をめぐっての戦費や外交費は、クレの財政を逼迫させ、度重なる出兵や重税は民を疲弊させ、クレはその国力を急速に消耗させていった。これではいつか、古死にクレは滅ぼされるだろうと見切ったご師匠は、 聖に使者に行った際に息子を生に預け、しかし戦王から多大な恩を受けた自らは、クレを見捨てられないと戻った。このことが本国に帰った後に問題になり、加えて白費が、ご師匠は孔暴でおないの情が少なく、王に恨みを持っております。何もしなければ大いなる災いを招くでしょうと、残言したため、ご師匠はふさから剣を渡され自害するようにと、命令された。 その際、ご師匠は、ああ、関心白皮が乱す。私はお前、ふの父を覇者とし、諸公士が争っている時にはお前を推薦した。後継者と確定した際、くれを分けてくれると言ったが、私は良き王と国になることを願って受け取らなかった。その結果が死ねと命じられることかと嘆き、自分の墓の上に、あずさの木を植えよ。それをもって、ふの勘置が作れるように。 自分の目をくりぬいて、盗難、腰の方向の城門の上に置け、腰が呉を滅ぼすのを見られるようにと言い残し、自ら首をはねて死んだ。その言葉が、房さの激輪に触れ、御師匠の墓は作られず、遺体は、馬の皮袋に入れられ川に流された。人々は彼を哀れみ、ほとりに祠を立てたという。ご師匠が死んだ後、呉には、房さの国力浪費を咎める者も、 古史を警戒する者もいなくなった。その後、御史書の予言通りに国力を蓄えた古史に暮れは、滅ぼされた。この際、高専はフサに使者を送り、小島の領主にすると言ったが、フサは、私は年をいました。とても君主にお仕えすることはできません。御史書の言葉を取り上げずに、自分自身が、こんなに陥ったのは残念ですと言い残し、顔に布を覆って、 私はご師匠に合わせる顔がないと言い残し、自決した。ご師匠は劇場の人である。その何人も恐れぬ劇場さゆえに、多大な功績を挙げた。しかしその劇場ゆえに、最後は、主君と対立し、疎まれ、自殺に追い込まれた。一方、判例は冷静に自流を読むや腰を去り、最後は生で不合になったと言われる。曹操は、 勘は他の戦いの時に自軍に降ってきた長羅を出迎える時にご師匠の最後を引き合いに出し、ご師匠は使える君主を間違えたことに気づくのが遅かった。君が私に降伏したのは、この御兄が因を裏切って、衆に使え、関心が、皇宇の下を去って、竜邦に使えたような真っ当な行動であるとして、偏将軍に任命し、都抵抗に封じた。千の式では、剣。 その大使は、残限に落ち、災いは五者に及んだ。社のこの名をは、父の言い付け通りにしたが、五因は、逃れて、呉れへ行った。と列伝の六巻に、御師匠列伝として取り上げられている。そのまとめで、縁婚の害読が人に与える影響はとても大きな、ものだ。王でさえ真に恨みを持たせるような行いはできない。同列なればなおさらである。 はじめにご師匠が父に従い死んだとして、その命が虫けらたちと違うところがあっただろうか。小さな気を吸って大きな恥をすすぎ、その名声を後世にまで残したのである。悲壮な人生ではないか。祖軍によって、陽子公のほとりに追い詰められた時は小敷にまでなったが、その志は、えい、そのと。復讐の対象を忘れることはなかった。だから、陰にして、 巧妙を成し遂げることができたのである。壮烈な異常婦でなければ、誰が一体これほどの難事を成し遂げられるだろうか、と、芝千は肯定的な表を加えている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。